大藤棚川内藤園は、福岡県北九州市八幡東区にある市営の藤園である。敷地面積3000坪の広さがあり、春の藤と秋の紅葉の時期のみ入園できる。藤棚は、長さ80メートルと110メートルの藤のトンネル、藤のドーム、藤棚、大藤棚があり、かか面積は1850坪になる。周りには、 約700本の紅葉の木があり、その中には樹齢70から80年の木が18本ある。1977年4月に、樋口正夫が初回開園する。野田町富士、口紅富士、赤紫富士、青指導、暮れ富士、白富士、八十富士、長富士、中藤、丹富士など、全22種類の富士があり、大富士棚には樹齢100年を超えるものがある。 富士以外にも筒ジがある。春は4月下旬から5月中旬の富士の開花時期に開園する。その年の富士の開花状況次第で開園期間は変動する。入園料は500円から1500円で富士の開花状況により料金は変わる。富士の見頃の期間は当日券を発売せず、コンビニエンスストアの MMS、または法日外国人向け予約サイト、 japanican.com で入園日時を指定したチケットを購入する必要がある。秋は11月中旬から12月初旬の紅葉時期に開園するが、春と同じく紅葉の状況により開園期間が変動する。入園料は300円。多くの観光客が来ると富士を痛めるという理由で CM 等の宣伝は一切しておらず、テレビや 雑誌の取材も受け付けていない。このため情報は口コミしかなかったが、2012年に海外のインターネットサイトに実在する世界の美しい場所銃、世界の絶景銃として掲載、ツイッターやフェイスブックで公表され情報が広がった。ありがとうございます。